うんこちゃんはたまにしかコメント見ない。教えてくれとか。まあでも雑談の時は結構対等に話してる。まあでもそっちの方が良くない？パフォーマンスが下がんないんでさ、集中してゲームをやってる姿がやっぱ面白いから、それでいいと思うけど。いやーでもね、から読みはマジで俺もニコ生の時は使ってたね。立ち見 A、B、C、アリーナとかあるじゃん。で、みんなまあそんな全部のコメント見ないからさ、なんかないコメントをさもあるかのように読んで、なんか場を盛り上げたりしてたわ。今それやったらバレちまうからよ、コメントが止まるからビってどのコメント読んだのってなっちゃうから。エアコメ読めねえからよ、エアコメ技術できねえんだよは昔はよくやってたんだけどな、なんか流れに沿ってさ、今こういうコメントあるような感じで喋ったらおもろいよなみたいな感じで、今それやったらもうやってもビッてコメントが止まっちゃってるから。俺ほんとこの間びっくりしたもん。ツイッチなんかさ、接続不良なんか土砂結構多かったので、だからそのあ、またコメント止まってんだろうなって思ったら誰もコメントしないで10分過ぎた時あったんだよね。あれっつって、ほんとに配信やめようかなと思ったもんね。ほんと10分コメント欄バグとかじゃなくて普通に止まっただけ。え、お前ら大丈夫って言ったら、え、何かみたいな感じでコメント来て、あ、バグってたーみたいなよく泣かなかった。え、多分泣いてたよね。うん、バレてなかったと思うけど多分泣いてた。いや、そう、コメント少ないとね、あの自分の名前がさ、バーって連投されるからね、気まずくなるんだよな。なんか一人で喋ってる感できちゃって。エモンは流れてくれると普通ですし、いやもう全然見てくれるかことに関してはね。で、俺たちのこと好き？あー、確かにな。そう、匿名でもいいよな。でもどこのサイトも匿名ないしね。 YouTube もそうだしさ、 Twitch もツイキャスも匿名ないじゃん。匿名っていうのはあっても良さそうなのにね。いや確かに今だからこそ184制度はあってもいいと思うわ。実はうんこちゃんより登録が早い。うんこちゃんだって最近じゃない？最近で満を持して登場してきたもんね。